司会&進行役の新井みなみです。どうぞよろしく。このまま、はい、登録完了です。それじゃ頑張ってね。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。Everybody
くん。やあ、ビクトリーズ。ミハイルくんも参加してたのか。うん。でもいきなり君に出会うなんて運がいいな。僕なら楽勝だってことかい。嫌だな。そんな意味で言ったんじゃないよ。最初から楽しめる相手に出会えてよかったなってことさ。次のグランプリもまだ始まらないし、最近ワクワクできる競争相手がいないから退屈してたんだ。余裕だね。余裕？余裕なんてないよ。ただせっかく来たんだから簡単に勝てちゃう相手とレースしてもつまんないって思っただけさ。それを余裕って言うんだよ、ミハイル君。このレースポイント制じゃないから負けたら即失格。僕に負けるかもってことは考えてないみたいだね。僕が負けること？アイゼンブルフに二度の敗北はありえないよ、絶対。君の実力はよくわかっている。でも僕もグランプリが終わってから何もしてなかったわけじゃない。エボリューションを甘く見ない方がいい。悪いけど僕の最終目標は君じゃない。こんなところで負けるわけにはいかないよ。それは僕も同じことさ。ここに来た以上相手が誰であっても最後まで負けるつもりはない。勝負だ、ミハイル君。うん、負けないよ。だったね。エボリューション。さすがはビクトリーズのマシン。でもちょっとだけ僕の方が早かったみたいだね。ここまでエボリューションのポテンシャルを引き出しても勝てないのか。でもすっごくいい勝負だったよ。気休めはいい。悔しいけど僕の乾杯だ。別に気休めで言ったつもりはないんだけど、まあいっか。それじゃあ先に行かせてもらうよ。ミハイル君。何？エボリューションの進化はここで終わったわけじゃない。次は勝つよ。うん、楽しみにしてる。ボルフのミハエル。こんな早くに会えるなんて思ってもみなかったぜよ。ブーメランズのジム君だったね。久しぶり。相変わらず誰にでも愛想がいいのは変わってないけに。それとも手応えのない奴だとでも思ってるのかよ。まさか。チーム戦と個人戦は全く別物だからね。それに君の実力は十分分かってるつもりだよ。ま、いいぜよ。お前のマシンならネイティブさんの相手にはもってこいだぜよ。お前の言う通り、グランプリの結果が俺の実力じゃないってことを見せてやる気に。期待してるよ。僕も簡単にレースが終わっちゃうのはつまんないからね。
ベルクカイザーも退屈しちゃうだろうし。心配しなくても、ネイティブさんの速さを見て驚くのはお前の放棄に。悪いが、お前はここで消えてもらうぜよ。僕も悪いけど、ここで君に負けるわけにはいかないよ。まだまだ先は長いみたいだし、それにこんなところで負けて帰ったらチームのみんなにうんと叱られちゃうからね。レースが終わればどっちが消えるか分かることぜよ。俺もこんなところで時間を食ってる暇はない気に、さっさとレースを始めるぜよ。そうだね。それじゃ手加減しないよ。望むところだぜよ。だったね。やっぱり負けてしまったぜよ。なかなかいい勝負だったね。ちょっとびっくりしたよ。こんなところで負けるなんて最悪ぜよ。ごめんね。もういいぜよ。やっぱり世界グランプリ同様、ただの引き立て役になってしまったきに、帰ったらまた一から特訓し直したぜよ。うん、それじゃあ次はもっと楽しみそうだね。待ってるよ。覚悟しとくぜよ。今回は引き立て役でも次は必ず勝つきに。期待してるよ。それじゃまたね。結局いいとこなしだったぜよ。